い、どうもこんにちは、翔太光です。先ほども覚えて帰ってください。さあ、今回ですね、久々にヤマトを使ってみたということで、まあ今超フェスの安売りのチケットが販売されてるんですけども、まあ、そこの中にもこう含まれてるヤマトちゃんの魅力をね、今回は皆様にお伝えしようと思います。なんか急にね、ヤマトを使いたくなったんですよ。で、今回はまあ、あのオーソドックスなカイドウ三種メタルでね、やってきました。体力70、攻撃力 70% 振っております。僕個人的にはね、あのスキルに短縮、このカウンターなんですけども、これにの、まあ、短縮特化したメダルがいいんですけど、まあ、今回はちょっとこれでね、あの、やってきました。あの、都合がいいのがなかったので。うん。まあ、出た当初はね、ダッシュ性能とかがもう本当に優れていて強かったんですけども、まあ、普通、もう今の環境ではもうただの普通のゲッターです。本当に。ただね、全然ワンチャンあるんですよ。まあ、本当に楽しかったんで、ちょっと3戦続けて今回は見てほしいです。で、キャラタイプ、アタッカーゾーン系新世界となっております。まあ、アタッカー新世界で、火力底上げして、まあ、ゾーン系ダメージカットと。まあ、これがいいかなと思います。ゲッターよりも、僕はヤマトはね、アタッカーを積んだ方がいいと思いますね。裏のロジャーも一応紹介しておきましょうか。こんな感じですね。ゲッター編成の、はい、候補70ずつあるかなという感じでございます。本当に楽しかったので、ぜひ最後までご覧ください。それでは第1戦目からどうぞ。さあ、ということで第1戦目見ていきましょう。この1戦目だけはちょっとね、本当に久々だったので集中したいというところで、後取り解説、にしてきました。はい。ヤマトちゃんの魅力はやっぱりね、この本当に高火力なゲッターで、このカウンター持ちっていうところが、まあ、本当に凄まじいんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、アタッカーからのその火ダメージ、がしっかりしていて、まあ、今の環境だと、まあ、シャンクスの復刻ね、来て、あとはまあ、ジャブラであったり、ウチリサンジであったり、まあ、ルッチとかもね、アタッカー状態になるので、まあ、そこら辺の、まあ、部分には相性がいいというところ。で、まあ、きつい部分といえば、やっぱり気絶。ロジャー、そしてカムサリシャンクス。ここら辺がね、どうしても、あれなんですけれども。でもやっぱりね、カウンターがあると、回避が2個あるみたいなもんなんで、なんとかなるんですよね。ジャスト回避取って、次のは、まあ、カウンターでいなして、みたいな。で、やってる間に回避も溜まるし、みたいな。だから、まあ、そこら辺が、ちょっとこの、ね、他のゲッターにはあんまりない、こう、いい部分かなと思います。はい。で、雷鳴八卦ですね。いいですね。雷鳴八卦のもう一ついいところが、これは、構えてる最中は、上段以上入らないんですよ。確か。うん。なので、まあ、歌とか、あとはまあ、その、今言っていた気絶もそうですよね。例えば、ジャスト回避ミスったら、雷鳴八卦構えといたらね、カウンターがなかったりしたら、全然それでいなすことができるので、非常にいいですよ。うん。ダメージも結構出ますしね、本当に。まあ、今ね、吹き飛ばされるのがね、ネックなので、まあ、そこら辺はまあ、おいおい、情報修正が来ると思います。ロジャーの、君たちに怪我させるわけにはいかんも、吹き飛ばさない、吹き飛ばされなくなったので、まあ、多分、ヤマトもね、そのうちおいおい、うん、いい感じの情報修正が来ると思うので、持っとってもいいんじゃないかなと、持ってない方は。まあ、あのチケット結構ね、その、数が多いので、ヤマト狙えるかって言われたら、ね、ちょっと難しいかもしれないですけど、ここは間違えました。うわ、触っちゃったと思ったんで。で、こういう風に、触っちゃったってなったら、チャージしきってください。火力上がるんで、今攻撃力上がってるでしょ。そういう特性もあるので、やるといいと思います。特性？スキルの効果かな？うん。まあでも、置いとった方が良かったですね。絶対に。なんで触ってしまったのって感じなんですけど。やっぱ敵にほら、歌とかもいたので、歌もそれでこう、チャージ構えといたらね、全然いなせるので、なんとかなるんですね。雷鳴八卦当たらないですね。なんかスキルっていう、うん、まあね、ちょっと今これやられちゃいましたけれども、まあでも割と生き残れたのかなと思います。ちょっと 2,3 戦目これマジいい活躍持ってるんで、ほんまに、いやーこれマジね楽しいのでね、マジ最後に見てほしいし、今レアマト持っててね、久しく使ってない方はこの動画をきっかけに使ってみてほしいです。全然あるので、はい。それでは続けてどうぞ。ということで、続けて第2戦やっていきましょう。めちゃめちゃむずいなと思いました。でも頑張ればやれるなと、ヤマトもこれちょっと楽しいですね。やっぱカウンター決まるとたまらなく気持ちよくて、あれ、うわ、マジか。ワン、ここ、よいしょー。いいダメじゃなくて、いいダメじゃなくて、いける、いけるよ。ワン。ナイスー。オッケー、あっちゃいだな。もらいに行こうか。うわー、見て。くー。
ッキー行こうか。あ、雷鳴八卦はね、構えたら歌入らないんで。お、もらっていいのこれ。これディフェンダーおらんからな。歌もディフェンダーせえへんし、もうガンガン抜きに行こうか。ザクトル状態やけど、ちょっと。常に有利な状況を作ることが、ヤマト鬼は。大丈夫雷鳴八卦マジか。さあ、タゲ取らへんからな。これ、気絶入らへんのいいよな。ワンここうわ、あいかんやったか。ナイスうわワン、ツー、スリー。あー、歌が変わっちゃったね。お、もらえるわ、これ。離さない、離さない。よいしょ。ナイスナイスフォロー。攻めるか。カウンターもあるしね。あー、う。めっちゃ行くな。ちょっと敵部やからあんまり行きたくないな。怖っ。さすがに無理やろ。で。打たせてもらって、避けといて。ナイス。ほな、行きましょうか。ウィーさん、さすがに、ワン、ツー、どこがやな。オッケー。ワン、ツー、スリー。で、こう入って、雷鳴八卦かかって。いいやん。いけるよ、これ。いや、ヤマトが意外といいやん。好き。さ、カムサリー。うわ、マジか。間に合わなかったか。このブーストは。よしかかっていくヤマトクソ楽しいやん。うん、俺じゃ終わりやぞ。守るか。あっち行けるな。無理か。ワン。カムソリー。もらうか。ああ、もらえんかったけど。あ、でも、全然やれた。これヤマトめちゃめちゃあるぞ。クソ楽しいわ。さあ、ということで、ヤマトラスト一戦やっていきましょう。めちゃめちゃ可能性あると思う。ほんまに。全然ワンチャンあるわ。クソ楽しい。しかもアタッカーに強いところもなんか、魅力やし。これ、シハでいくよね。オッケー。こっちは任せてちょ。やっぱルチとアタッカーやしさ。うい。あ、よかったよかった。ちょ、きすぎやわ。あ、それは無理やわ、さすがにな。うん。逃げる。カウンター行くと足りへんな。ういやんな。ここよいしょいいね。はい、ワン、ツー、スリー。オッケー、一と一、ワン。やばい何がやばいって？雷鳴八卦この方向転換発見バリ強い。いや、今カクカクやったからちょっと怖かった、マジで。終わったと思った。ナイス！オッケー。シリーズマジナイス。ワン、ツー、スリー、守るよ。カムサリー！イエー！解放してましたわ、俺！マジで？うわ、もったいないことした。ここ！あはくそ！ロジャーに打ちたかった。で、まあ、よくやったでしょ、全然いける。いや、これもう一回ヤマト行こうかな。ごめん、ヤマトで行かしてもらう。ああ、もうちょっと待って、俺触ってないよ、今。いいや、ロジャー行こう。詰まったし。ウィーン。もらおう。お、吹っ飛ばへんかった、なんで？ナイスー！逃げましょう。いや、じゃあもう一回やりたいな。あ、まあいいや。じゃあいいよ。邪魔が入ったな。あ、これ、もらっていいのか？マジ？そっち取れるよね。
あー、なるほどね。オッケーオッケー、よろしくよろしく。無理やり取れる。行こうか。よいしょ。向き見せていく。やるか。いやー、ヤマト使いたい。ワン、ツー、ワン。で、で、で、で。もらおう。うわーマジか、完全発動できんかったか。ナイスー。オッケー、よいしょ。で、ここでポーン、勝ったな。いやー、ちょっとヤマト使いたかったけど、いやでも強さお見せできたと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。